こんにちは。高齢者体操 TV、やっていきたいと思います。今日ご案内する、トレーニング方法は、筋肉ですね、側屈法というのをやっていきたいと思います。どうしても高齢者になるとですね、筋力がつきづらいという方がたくさんいらっしゃるんですが、だいたい筋肉ってですね、3ヶ月ぐらい筋トレをしっかりとしないとつかないというふうに言われているんですけども、それが簡単にですね、力がグッと出るようになればですね、とても効果的かなと思いますので、その方法を今日はご案内していきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、それでは、下半身の、筋力をですね、発揮できる側屈法を、簡単なものをですね、ご案内していきたいと思います。やったらすぐに、力が発揮できますので、ぜひ、やっていただければと思います。でコツがありますので、しっかり見ていてください。でまずはですね、失礼します、足をちょっと出してください。ももの付け根側に手を置いていただいて、もう片方は、足首の方に。このまま、同時に寄せてきて膝のところで合わせます。これを、誰かにやってもらってもいいんですけども、自分でこの後やっていただく形になると思います。ちょっとやってください。こんな具合にやってみてください。これちなみに逆をやるとリラックスしてしまいますので、この方向ですね、下から上と、上から下、これ同時にやってください。で戻すときは必ず浮かせて戻してください。ここを気をつけていただくと、かなり変わります。ちょっと足伸ばしたり曲げてほしいと思います。どうですか、分かりましたか。はい、こんな具合になります。ぜひですね、ちょっとお出かけの前とか足に今日は力が入らないなというときは、やってみてください。